熱海営業所湯河原営業所伊豆箱根バス熱海営業所はかつて静岡県熱海市に存在した伊豆箱根バスの営業所。本校ではかつて神奈川県足柄下郡湯河原町に存在し熱海営業所に統合した湯河原営業所についても記述する。熱海営業所は熱海市内路線及び熱海駅から箱根方面への観光路線を運行していた。また、 湯河原営業所は湯河原町、真鶴町内路線及び湯河原駅から箱根方面への観光路線を運行していたが2009年12月1日に熱海営業所に統合された箱根方面の路線は箱根登山バスと多くの区間で競合していたが東営業所の湯河原パークへ富士箱根ランドを経由する系統は単独運行であった地域路線については 西武グループと小田急グループの業務提携以前から、相互乗り入れ形態での運行が行われており、特によく、湯河原やケープマナズルへの路線では月ごとに担当便を入れ替える方法が取られていた。東営業所の路線では、交通系、IC カード、パスモが使用できた。2018年4月1日、三島営業所と小田原営業所に統合をされ、 両営業所に路線が移管された。旧湯河原営業所の担当路線。AB、平成22年3月期決算単身。伊豆箱根鉄道。2020年5月22日閲覧。AB、奥湯河原、不動滝方面バス時刻表。伊豆箱根バス。2020年5月22日閲覧。ABC、バス発車予定時刻表。箱根登山バス。 2020年5月22日閲覧。パスモのご案内。伊豆箱根バス。2020年5月31日閲覧。AB、熱海営業所統合のお知らせ。伊豆箱根バス。2018年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月6日閲覧。AB、伊豆箱根バス運行路線図。伊豆箱根バス。 2020年5月22日閲覧、ありがとうございます。